今まではですね、70リットルの、縦に長い、なんていうんですか、山登りする人が使うようなバックパックだったんですけど、冬に、ああいうのって、この蓋みたいなのが最後ポコってついて、こういうので長さちょっと調整して、荷物の量をちょっとうまいこと調整できるんですけど、冬になってね、寝袋が分厚くなって、今までの、60リットルのザクが細長くあって、寝袋をゾンって上に乗っけて、また上に蓋ポコンって乗っけてですね、走って、バイクで走ってくるとですね、頭の上よりもザックが飛び出る状態で、風で後ろに持ってかれるんですよね。ザックがぐっと。それがしんどくなっちゃって、ちょっとアリスパックに買い替えてみました。容量としてはこっちの方がちょっと少ないですね。きっと60リットルぐらいなんじゃないかと思ってます。なのでちょっとこういうのを軽くつけたりね、してみましたけども。まあまあ、これはこれで背中にですね、フレームが入ってまして、まず頑丈だということですね。ちょっと重たくはなるんです。で、これが背中の腰のところに当たって、重さをだいぶ軽減してくれる感じですね。すごくおすすめというわけじゃないですけど、僕は気に入ってます。ちょっと無骨なデザインがいいと思います。今ね、iPhone 7 Plus の内側のカメラで撮ってます。これでまた画質がどう違うのかもちょっと見つつ、ちょっと道具紹介というかね、してみようと思います。まず服装なんですけど、スノボのウェアです。これジーパンに見えますけど、デニム生地に似せたプリントのスノボのウェアです。僕バイク移動なんで、途中でパラッと雨が降ったり、とかしてもスノボの上だったらいちいちカッパ着なくてもある程度軽い雨だったら弾いてくれるんで便利だなと。あと雪中雪の中でキャンプもすると思うんで、それに対してもこう膝がついて濡れるとかそんなに神経質にならなくてもいいかなと思って、それでまあ今年はちょっとまずスノボでのウェアでちょっと試してみると思ってます。皆さんがよく使ってるサーマレストのマットですね。もう説明いらないと思います。今日はね、これを試しに来たんですけど、その説明はまた別動画でやるんですね。侍の一撃、僕の愛用してるノコギリですね。八重行った時なんかはこれで落ちてる枝集めて、それをこう適当な長さに切るのに使ってます。で、斧じゃなくて薪割る時の斧ですね、ハスクバーナーの安いやつですね。冬のキャンプを面白くするための温度計。今日は一ノ瀬高原キャンプ場に来てるんで、まあうまくいけばラジオが入ることがあるんですよ、場所によって。なので一応暇つぶしになるかもしれないと思ってきました。飯盒ですね。今日は寒いんで汁物をちょっと作ろうと思ってるんで飯盒と。
で、ついでに食材も入るじゃないですか、ハンゴ。で、こっちに保冷剤をちょっと入れて、お肉にも入ってる。まあ、保冷バッグですね。これ、自由兵のタープです。やっぱ3メーターサイズのタープあった方がいいなと思ってたんで、ちょっと買ってみたんですよ。まあ、どうでしょうね。ちょっと見た感じ、割と、まあ、値段は安いですけど、割としっかりしてるように見えました。で、今日はハンモックで寝ようと思ってるんですよ。で、DD ハンモックですね。トラブル B。これ空気で膨らむ枕。で、ちょっと順番前後しましたけど、これがハンモックの、木に引っ掛けるベルト。これがあると木が傷まないんで。あと木と木の間隔が思ったより広いとこしかない時とかにもこういうのがあると助かります。なんでこの中にカラビナとかも入ってます。これ今日使うかどうかわかんないんですけど、あったかいエアマットです。僕が最近黄色い袋でブーって膨らませるエアマットがこれなんですけど、これはもっと寒くなったらレビューします。ちょっと濡れたら嫌なんで、これに入れてあるんですけど、ビニールに入れてるんですけど、これ外側がイスカのコンプレッションバッグで、中身がナンガのオーロラ900シラフですね。だいぶあったかいです。で、シュラフときたらシュラフカバーですね。もちろんゴアテックスです。これもイスカのやつです、あと野営するとき、今日は使わないと思うんですけど、野営するときに携帯シャベル、いろいろ使います。お友達が使っているので悔しくなって買った焚き火フライパンですね。今日が初です。で、今日は使わないですけど、パタットミニ椅子ですね。これは閉まっちゃうんですね。あとピコグリル、あとこんな工具入れのちっちゃいやつ、この中にティンダー関係が入ってます。まあ、ざっと見て今こんな感じですね。一応まだ細かいものはありますね。ナイフとかですね。あと熊よけスプレー、あと消火器ですね。熊よけというか熊撃退スプレーか。それから真ん中の大きなところには手袋、それから僕絶対持ってきているのはこういうベルト類ですね。これ僕八重だったらこれでググッと薪をくくって持って帰ったりします。一ノ瀬高原の薪がね、多分20キロ前後、かなり重たい薪をぐわーって塊でいってるんで、テントサイトに持ってくるときに僕は今のベルトでくくって持ってきます。今日はペグも一応持ってきてますし、水入れる、なんだエヴァニューズだな、これ2リットルのやつを僕は2個いつも持ってきてます。さらにで、さらに合わせて使う浄水器ですね、さらに合わせて使う携帯浄水器、
ところにね、こっちはランタンとか、緊急用の、寒かったら困るんで、カイロとか。あと、こっち側にはパラコードですね。だいたいこんなもんです。で、今日はハンモックで泊まるんで、ハンモックの荷物ですね。この緑のやつと、このピンクのやつ。DD ハンモック、ハンモック本体と、あとベルト関係が、タープ履くより荷物が多い状態です。で、今日はね、あれ、ウールブランケット持ってこなかったんですけども、ウールブランケット持ってくるときは、このサーマレストのマットの中にくるくる巻いて、このウールブランケットをくるくるくるっと巻いた外側にこのサーマレストのやつをくるくるくるっと巻いて、このバックパックの下にくっつけるという状態で運んできてます。これ、皆さん興味あるんですか？見たいって話があったからやってみましたけども、どうなんでしょうね。ちなみに今、これね、温度差があるって話をこの間ちょっとしたんですけど、見えますかね？上がアウトって外の温度。下がインって中の温度を測るものです。インが本体側の温度で、アウトがこっちのセンサーの外側の温度なんですよ。で今、この状態でこうやって置いてるのに、同じ温度のはずなのに、インがあったかくて外がもうすでに寒いんですよ。ものすごく正確なものじゃないんですよね。ちゃんとしたの買ったらまた違うんでしょうけど。それはまたおいおいですね。